りょうへいは。りょうへいくんはどうする？まあ、これといって、やりたいってものはないんですけど、泳ぎを最近始めたんで、75メートル、泳ぎたいです。何ていうかさ、形は、形は。りょうへいくんってあれでしょ、グアムに写真集の撮影行った時に、はい、何なのこれ、泳げないことが発覚って何なのこれ。いや、もともと泳げなくて、5年ぐらい海とかも行ってなくて、うん、で撮影で行って、向こうでちょっと教えてもらって、うん、で、コツが分かって戻ってきてから毎週通うようにしてて、で、うん、今クロールで50まで泳げるようになって。クロールで、それめちゃくちゃ進歩じゃないですか。頑張りましたよね。3ヶ月ぐらいですか。っていうかなんか、この休みを使って75メートルっていうのがなんか泣かせるよね。なんか25メートルずつ伸ばしていくみたいなのが逆になんかこう、うるってくる感じの。確かに。確かに。まだまだ全国でもこれ聞いてる皆さんからメッセージ待ってますんで、どんどん送ってください。ウィンスメイさん、この後もよろしくお願いします。お願いします。総口昭久と川辺千恵子が渋谷の東京 FM スペンタカスタジオからオンエア。さあ今週第7位は今日のゲストウィンズのこの曲がランクインしました。では3人から曲紹介お願いします。はい、それでは、ニューシングルです。聴いてください。ブギウギ66。
今週の第7位ウィンズのニューシングルブギウギ66をお送りしています。はい、まあ今更こういうことを言うのなんですけども、この曲はかっこいいね。ああ、かっこいいですね。ありがとうございます。これ自分たちもこれもらった時になんか今までと違うぜみたいな感じあったでしょ、この曲。ありましたちょっとウィンズの今までのパンチと違いますよね、なんかね。なんかパンチがあるというかね、簡単に言うと。パフォーマンスもすごくいいんで、作りやすかったというか、なんかね、なんか素直に入れたかもね、逆に。逆に考えないで、本当にこの曲のイメージだけで作り込めたかなっていうのはありますね。曲を聴くとこれ絶対ライブとかで見たくなる曲だと思うんですけど、プロモーション見ても、あれステージ上で。そうですね。あれは何なんですか、そのために。ライブ会場で。どっかの、はい、神戸のライブ会場で。ライブが終わった後に、今からプロモーション撮影します。うん、それじゃあ、いた人超ラッキーだよね、それ。そうですね。それ言わずにその場で急に行ったわけでしょ、はい、いきなり。あ、じゃあ、本物の、そのチケット買ってきてくれていたお客さんに残ってもらって。はい、そうですね。はい、ちょっとお時間いただいて。いやいやいや、そう。なんかね、プロモーションビデオで踊ってるのまたこれ素敵なんですよ。まさにじゃあこれコンサートの中で、今またキーになる曲みたいな感じでいいわけですか、じゃあ。そうですね。うんうん、なんかそういう、感じでやってました。あ、今回夏のツアーがね、はい、終わったばっかだもんね、はい、で世の中的にはですね、9月の2、3の台湾、はい、またこれが大変なことになったと。すごかったです。そうですね。なんか毎回どんどんすごく、よりすごくなってない、なんか。台湾ほんとレベルアップしてますね。レベルアップ。てか毎回もうパニックみたいになってるんでしょ。パニックも、なんか国が動いてる感じがします。ちょっと台湾がずれ、なんか横に動いてるぐらいの。あれっていう感じ。今回どうなってたんでしたっけ、あれ。まあでも空港にはやっぱりすごいたくさんの方が。あれいつ行くとかってあんま言ってないんでしょ。いやでも、言ってないですけど分かるんじゃないですか。なんで分かるんですかね。やっぱそのファンの人のなんか情報網みたいなので。いや、あると思いますよ。ごっそり待ってるんでしょ。すごいですね。待ってたよね。すごいですね。でみんなで、わーって来るんでしょ、こうやって。もう、龍一くんなんてテンション上がりすぎて、なんか両手広げてましたから。すいません。空港で。そのスーパースターぶり何なの、それ。空港で、向こうの空港着いたら、歓声があまりにも気持ちよすぎて、なんか荷物とか全部ほったらかして、挨拶して、両手で。ちょっと軽く A ちゃんみたいになったんですよ、なんか。まあ、なんか、やっちゃったなっていうのはあるんですけど、ロックスターみたいな感じで。もちろんやっちゃったなっていうのはあるんですけど、まあ、いい思い出でした。まあ、日本のファンの皆さんもほら、熱狂的ですけど、やっぱちょっと違うところがあります。日本のファンの方と、台湾のファンの方っていうのは、やっぱり台湾のファンの方はね、年に一度しか会えない、うん、あ、そうかそうか、やっぱりそういうこともあってかすごくエネルギッシュで、もうどこまででも応援しに来ますね、ついでそれ何、どこまででも応援しに来るって何、もうずっとついてくるんですよ。なんか全然これ誰か分かんないんだけど、この人たち誰だろうって思いながら多分ついてきてる人がいっぱいいたりとか、それはないかな、ウィンズだよねと思いながらついてきたりとか。まあでも嬉しいでしょ。いや相当嬉しいですよ。歌うと日本語とかでなんとなく歌詞とか覚えて、全然覚えてますよ。日本語で歌ってくれますからね。じゃあ意味もなんとなく分かってんのかな、歌詞ね。分かってるんじゃないですか。MC の時とかどうするんですか。 MC も分かるんですよ。日本語で喋るんですか。はい、まあだ挨拶とかは台湾語で喋れますけど。ちょ待って、ってことはちょっと今やってくれるってこと。やってくれないってことです。いやいや、今、いや、ちょっと待って、今やってくれないの、どんなこと言うんですか。日本だから。タジャハオ。タジャハオ。タジャハオ。ウォメンスウィンス。ウォスジュチンタイ。うわ、うまい。ウォスドイ。ウォスチェンリャンピン。っていうのが今。っていうのがもう。名前まで言いました。どうも、ウィンズです。あーって言うとお客さんがうおーみたいな。すごい上手いですね。7万人がうねってました。7万人?7万人の会場だった。7万人いたんですよ。MTV。7万人の前で踊ったんですよ。それ日本だったらマジで国立競技場とかですよ。そうです。ほんとサッカー場だったんで。ああ、そうか。はい、台湾。もともとサッカー場なんだ。そうなんですね。ここでライブやって。なんかそういうのってまたサッカー好きからしたらたまんないものがあるね、なんかね。たまんないですね。もう最近サッカー場に行くことが多くて、仕事とかで。あ、そうか。もう、でもサッカーは一度もやってないんですけどね。あ、そうか。仕事で。やってることはウィンズの普段やってることとあんま変わんないんだよ、結局はね。なんかさ、アンケートを取ったら、ケイタ君が最近嬉しかったことって何なの、あれ。僕が嬉しかったことなんかなかったっけ。なんかロナウジーニョに会ってなかった、なんか。ああ、結構前ですよ。昔ですね。そうそう。前のことなんだ、あれ。サインもらってね。僕らが最近会った人は中村俊輔選手。あ、そうか、それは、来た時だ。そうです。セルティックが。そうそう、歌って。そうだ、この間ね。そうそうそう。そしたら、楽屋で一緒に会っていただいて。あ、わざわざ来てくれたんですよ。楽屋まで。その場でユニフォームにサイン。ええ。カリスマでしたね。いいなぁ。なんかオーラがすごかったです。
めっちゃいい人だった。なんかでも俊介選手ってほら、なんかオーラっていうよりもなんかこう優しそうなイメージあるけど、実際はやっぱすごいんだ。すごかったですね。すごいっすね。なるほど。で、まあ、そういうこともやりつつ、まあ、これも一般的にもうたくさん報道されてるんで皆さんご存知でしょうけども、ケイタ君は、はい。10月18日に、はい。ソロデビューするということで、そうです。まあ、これもおめでとうございます。はい、ありがとうございます。これシングルのタイトルが道しるべという道しるべ、はい、これなんかまたあのブギュウギ66的な感じとは全然違うタイトルですけど内容も全然違う感じの音楽になるんですそうですね、まあ、僕が作詞をして、うんうんそうまたちょっと違った、うん、ウィンズとは違ったジャンルの音楽をやらせていただきたい具体的に言うとどういうジャンルなんですかまあ僕はギターを弾いて、うん、まあ本当に音楽パフォーマンスっていうよりは、まあ、クリエイティブ的な感じの聞かせる、はいそうですね、じゃあ踊ったりとかいう感じとはまたちょっと全然違います、はい、でギターをやっぱり前から練習したりとかしたじゃないですかそうですね練習してたんでぜひ皆さんの前でギター弾いて歌いたいなとあこれでもさ今3人だから、はい、結構もう安心してる部分あると思うけど一人で出てって一人で MC やったりとかするとそうですね二人のありがたみが超わかると思う僕MC 基本できない人なんでその点の二人からし心配ないのなんか大丈夫なんかよみたいな全然大丈夫だと思う全然その辺のはね大丈夫ですよだってボケても誰も突っ込んでくれないんだよそうですよねボケっぱなしなんだよ乗り突っ込みしかないですよ一人でね頑張れとか言ったりしてとかって寂しいよ自分でとか言ったり自分で言わなきゃ誰も突っ込んでくれないんだよ大変大変だよ多分ねイベント会場にはそっと二人も見に来てるからなんかそっとそして多分ああいう風に頑張れみたいなのを書いてもらうカンペを出してくれるかもしれないですけども、これからの活躍にもちろん期待なんですけども、はい、ここで本当はお別れのはずなんですよ。うん。はい。ウィンズの二人とは。はい、ね。三人とは。で、お二人じゃない。三人とは。一人減ったかもしれない。三人とお別れなんですけど、はい、でも今日は、なんか予想をあまりにも超える皆さんが集まってくれたので、はい、全員が会えないということで、このままだと。はい。それはまずい。申し訳ないんですけども、はい。まだ行ってもらってもいいですか？もう全然いいですか？いつまででも言います。本当ですか？はい、本当ですか？もう当たり前じゃん。エンディング近くまで行ってもらってもいいですか？全然むしろ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ということで、差し支えなければ。ま、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ということで、ウィンズの皆さんとはこの後もよろしくお願いいたします。さあ続いては6位からの発表です。